ンダッタックムムさんがスカミネ通り72話のフルエピソード版を投稿したんやけれども、その中にこれまた重要な特別シーンがありました。で、今回のサムネ見て、テレビマンポツンだって明らかに怪しいと。はい、ということで今回はこのフルエピソード版を頭から見ていって、で、最後に追加された特別映像を考察していきたいと思います。今チャンネル登録者20万人目指してるので、スケベで通りが好きな方はチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ほな、行こうか。はい、じゃあ伝説の72話もう一回見ていきましょう。いや、これやばかったな。はい、で、これね、カメラメックが、まず久々に出てきたと。なんかあっち初めて見たとき、なんかメカニックカメラが、なんかちょっと間違った名前で呼んでたみたい。カメラメックね。これ、こいつらさ、めっちゃ凶暴じゃない？このミュータントたち。なんかこう、凶暴化する注射とか打たれてんちゃう？違うか？うわ、ええな、俺。アフレコもさせてもらいましたわ。ぜひみんな、アフレコ動画も見てね。はい、出ました。こいつな、めちゃめちゃ凶暴や、これ。スワット。これなんだろう、もともとさ、人間やった時に着てたコスチュームとか、そういうのもあるんかな。はい、出ました！カメラストライダー！めっちゃかっこいいな、これ！これめっちゃかっこいい！フィギュア出てくれ、フィギュア！あ、そういえば、テレビマンのフィギュアが新たに出たっちゅうことで。はい。買うか迷ってます、今。タイタンスピーカーマンまだ届いてないからね。はい、行きました。はい、こっから、これよ、音もかっこええわ。で、この技な。この技が昔アップグレードタイタンカメラマンが初めて研究所の中で出てきた時に、この指先からピューンって放った、あの技が、このカメラストライダーに引き継がれてるってことだよな。細かいところで、なんかこの奥にカメラマンおるって聞いたで。亡霊のカメラマン。まあ、確かになんかこの、見えた、これ今やったっけ？そう、どうなんやろな。ここは、でも確かに、この前、生配信の時かな。見たら実際おったんよ。奥に亡霊カメラマンが。はい、G1 来ました！ G1！ これやばいよな。この辺は何も追加されてない。ないかな。もう、このシールドやばいよな。めちゃめちゃ強いシールド。よう見たらあれやな、全部のレーザー使ってないやん、ジーマン。もう、もう眼中にないみたいな感じやん。うわ。さあ、こっからやな。ふぅふぅと言ってた、今。マイケル・ジャクソン・スキュー・イ・トイレ。ふぅふぅって。はい、これで、あいや来ました、アストロちゃん。アストロのフィギュアも欲しいな。はい、反逆罪の罪はご存知でしょうか、言うて、はい、言うてるよ。もう覚えてるわ、言葉なあ。来た来た来たよ。うわー、やばい。これはエネルギー吸収してるってことなのかな。この両手でエネルギー吸収して、そのエネルギーを使って今バーンレーザー出したみたいな、そういうことなんかな。化け物や、こんなやばすぎやろ、こんなついよついよ、これやばすぎるって。うわ、ジーマンのあの仮面もすごいけどな。あ、出た。これみんなよう見たらちゃんとトイレなってるから。私は勝手にセスナスケビリトイレって名付けたけど、一応トイレになってんねんな、ちゃんとな。いくっ、いくこれ。いや、タフすぎひん。てか、この武器かっこよすぎひん。このずーっと回ってんの、何これ、かっこよすぎひん。っていうか、もうトイレな。そもそもトイレな。うわー、これがな、60話のオマージュやな。で、あれ、おかしなんだよ、ジーマンおかしなんだもん。気安く触るなって言ってんじゃないの、言うてるわ。すごいな、これ。やっぱ何回見てもおもろいな。口プルプルして、プルプル。なんなん？ジーマンってなんだ？なんか、冷静になったらさ、何このキャラ。
今そのやっぱ初めて時に見た時に比べたらだいぶ冷静にもう一回見てるけど、何このキャラ。トイレから顔出てるって何。さあこっからGマンの生意気な演技始まる。生意気な。あ、もう諦めろと。観念し、ジョエバーって言ってた。お前のために言うてんねんみたいなことやな。これが全てじゃないやろって。うわ、ジーマン、やらしいことしとんねん。騙しておんねん。俺な。すごいキャラやな。めっちゃかっこええな、これ。うわ、生意気な顔、これ。このジーマン。友達とかにこんな顔されたらもう嫌やわ。うわ。これでもさ、生きてるって強すぎんか、アストロ。やばすぎやろ、これ。両手ももがれてもうて。うわ。いや!はい、来ました。はい、来ました。この武器。これはあれやな。電気機器類を全部オフにするみたいな。衝撃的やな、これ。バコーンと。はい、吹っ飛ばされる。さあ、そろそろ終盤に近づいてきたね。追加映像来るね、追加映像。いやー、なんや、なんかさ、こう、71話で、1個節目終わったっていう感じでもあったけど、この72話もちょっと話壮大すぎて、これはこれでもう一個のなんか節目が終わったって感じするよな。はい、で、これからGマンと戦いになるぞと。準備はできてるか、相棒言うて。はい、じゃあこの辺ぐらいから、この後かな、追加映像。さあこっからね、見ていきましょう。いやー、飛んでいった。追加映像や、こっから。トップランジャー、はい、来ました。はい、あ、なんか言うてる。これもうこの後すぐに何言ってるか。あ、終わり。これで、あ、まだある。お、え、お、お、あ、あ、カメラストライダー。あ、まだ生きてる。まだ、あ、まだ、じゃあ復活するってことかかな。あ、ぽいな。よし。じゃあまずテレビマンチームが、あの、アストロトイレが落とした片腕を見て何を言うたかっていうのを、私フルフルのアフレコつけてご覧ください。こいつを研究所に持ち帰るか、俺が隊長たちを襲ったクソ野郎か。機密情報やからな。ていう風に言ってるみたい。てことは、これアストロ技術をテレビ版チームが研究するっちゅうことやから、さらにタイタンヒーローたち強くなっていくでっちゅうことやんな。いや、これまたこの先楽しみよ。で、それを踏まえた上でちょっともう一回見ていくけど、これね、フォープランジャー言うて、これはまあ、機密情報やみたいな。はい、これな、機密を持って帰ろうかっていうことよ。どうや、これ。あの、アストロの技術を導入したら、どうなっちゃうの?はい、で、これよかったな!これな、カメラストライダー、なんとかギリギリ、まあ、生きてるよな、多分。生きてるってとこで、終わると。こちらで以上でございます。ということで、いかがでしたでしょうか?さあ、次、73話から次どうなっていくの?タイタンテレビはもう、こっからはもうGマンと直接戦うことになるぞっちゅうのをね、言うてた境に、最終章とかに突入すんの?いやいやね、まだまだスケベートで続いてほしいっちゅうところなんですけれどもね、また次最新話投稿され次第、すぐ実況の方が撮っていきたいと思いますので、最後まで見てくださった皆様は、ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ほな!チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。